ラオズニー選手、よーい、どうぞ一番こちらの奥の方にからお願いいたします。そして E3 の第5位です、デッケンナンバー569番の西村和樹選手。西村選手、あ、はい、どうぞこちらの、はい、そして第4位です、ゼッケンナンバー561番の牧野翼選手。だから何年そして第3位です、ゼッケンナンバー575番、関東高木選手。そして第2です、ゼッケンナンバー610番、棚橋俊也選手。そして流行る第1位はゼッケンナンバー580番、タイムは3分29秒60を叩き出してまいりました、中川サトシ選手。それでは表彰状の授与とさせていただきたいと思います。JBCS 小黒センブリーによろしくお願いいたします。それではまず最初に1位の選手、中川さとし選手、おめでとうございます。そして第2位です、棚橋俊也選手、おめでとうございます。第3位は、関東高木選手、おめでとうございます。そして第4位です、牧野翼選手、おめでとうございます。第5位は西村和樹選手、おめでとうございます。そして第6位です、第6位は米塚直樹選手、おめでとうございます。ブルセルにどうもありがとうございました。それでは1位に輝きましたバンマ青ハニサイクリングチーム、中川聡選手、一言いただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。同じチームの声援がある中で、フィニッシュした時にタイムが取れたっていう、それが印象があったんですけれども、今の気持ちどうでしょう。フレッシュさは固まるしかなかったので、やっと解放されたなと。やったら何だよ、神様が。それをプレッシャーというのは、そのチームの方のあれですか。今日は勝て勝て勝てそれしか言われてなかったので、勝たないと何されるかわからない。じゃあ今のその勝った気持ちを誰に伝えたいですか。監督に、まあ、ここ見てないので早くカレー持ってこいと。もうそれだけです。結構よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではですね、フォトセッションも行きたいと思います。まずですね、4、5、6位の選手の方、こちらの方に下がって、もらえますでしょうかね。そして、第1位の選手は真ん中にということで、で、1位の選手はちょっと待っておけてね、次らしくお願いいたします。はい、さあそれではフォトセッションどうぞ。ここで、ね、C の間ではありますが、P1 の参戦選手に、ご案内したいと思います。